がんとの、治療も、多くの歯科医院でやられてますし、その費用も、実は結構まちまちなんですね。患者さんにしてみたら、何がいいのかちょっとわからないと思うんです。まあ、特に、安ければ安いに越したことはないんですけれども、やはりあのメーカーによっても値段の差もありますし、その先生がどういうスキルですね、やはりインプラントであれば、そうセミナーとかですね、研修とか、もしくはそういう器具とかですね、非常に高額になりますので、やはりそういうのを積極的に受けていらっしゃる先生、もしくはその委員では費用が高めになりがちになります。ホームページでその症例とか出されているところも、ありますでしょうし、今はインプラント学会の専門医であったりとか、専修医であったりとか、そういう、資格を持っているのも一つ基準になるかもしれません。ただやはりあのその先生との相性、どんだけきっちり説明を、されるか、もしくは、インプラントのメリットだけではなくてですね、デメリットもしっかりお話ししてもらってるかどうかですね、自分の目で、やはり確かめなければいけないと思います。ただやはり今インプラントにおいてはその CT という、レントゲンの装置がありますので、それは、必ず、撮影して施術に臨まれた方がいいと思います。審美治療についてはですね、これも値段が、結構、ばらつきがあるとは思うんですけれども、うちの院で、行っているように事前にそのカウンセリングをしっかり受けられて、納得して受けていただくということが大事かと思います。保証制度を取られている院もありますでしょうし、やはりその症例が載っているもの、写真とか、あとは、患者さんの声ですかね、患者さんがどう、うちの院であれば患者さん、その施術を受けた患者さんの感想とかを、ファイルにして置いておりますので、そういうのを見られて参考にされるのも一つかと思います。